はい、どうも皆さんこんにちは、カイトです。ラグナロクやっていこうと思います。はい、ということでね、今回私はねラグナロクに来ております。で今回俺ちょっとラグナロクでテーマしたいやつがいて、それがはいこちらですね。ケブカ祭145レベルイベントカラー、すっげえ色だよな。やっべ死にそうここね、マジラグナロク雪山寒すぎるんだよな。ほらこういう毛皮は結構そこそこ品質の毛皮は、まあここは至高ギリチェストだけどさ、それでもねだいぶ寒いから、でここちょっと降りれば、はい、寒さは消える。まあなので今回はあのイベントカラーのケブカ祭をちょっとテーマしていきたいなと思っています。でまあケブカ祭はテイムするのは2度目なんですけど、まあ以前はバルゲロでテイムしたんですけど、まあ今回はねバルゲロでは罠なしで、まあ岩の上に乗ったりして気合でテイムしたんですけど、まあ今回はちょっと罠を使ってねテイムしていきたいなと思います。まあといっても、まあ、使う罠はあれだけじゃない、よく俺が使うやつだから、これですね、これ金属のボード3つで引っ掛けるタイプ。結局これがね安心と信頼の金属ボードのトラップ、これをねまあ普通に90度ぐらいでやっていきたいなと思います。でここね、ここの場所あんまり周りに敵がいないからねテイムしやすいと思います。まあこんな90度ぴったりではなくてもいいと思うけど、まあ念のため。であとはトラバサミだな。トラバサミあんま奥やると引っかかんない可能性あるから若干手前でやろう。あ、やっべセットしてあそこにいるから若干大回りくらいでやりましょう。でちなみにこの鮮やかな色のワイバーンは、まあ普通のワイバーンにキャンディー、あれ今回のイベントってね、オビラプトル、イベント、猫耳じゃねえや、ウサ耳をかけたオビラプトルがいるんですけど、あいつがたまに落とすキャンディーがあるんで、あれを食わせると、まあ、こういう、イースターカラーの祈りになります。ここ寒いからな、あんま行きすぎるといけないから、こっから撃つか。俺のエイムが求められる。この圧倒的エイムを見よう。よし、当たった。当たったから、あ、そうだ、やべえ、俺、体力ねえんだ。やべえ、やべえ、死ぬ。一発でももらったら死ぬと思え。この、突進、そして、ここ、こうして、こう。何諦めとんねん。直前で諦めるとは男らしくないぞ。迂回やめろ。このまま一旦 U ターンするか。 U ターンして早い。ほっ、いやかからんのかい。あ、かかった、よし。たらあんま埋め込みすぎるとダメだからな。よし、オッケー。135やるな。お前性別は女の子でしたが、それは悪かった。体力見たいな、体力。じゃあ最初に見とけって話だけど、体力2100低い方じゃね、2100って。その分攻撃力に期待が持てるんですけど、あなた、試しにあなたは2700。なるほど、まあ今回ね、ちょっとイベントから、まあ今回ねこの子はボス戦に使う予定なので、まあちょっとねバルゲロでは普通のカラーだったんで、ラグナロクではねこういうちょっとイベントカラーでボスに挑むっていうのもちょっとありかと思いまして、まあこいつをテーマにいたしますということで、まあバンバン
クロスボウで撃っていきましょう。そうだよな出るわけねえもんな。ちょっとジェネシスの病がちょっと抜けない。うん、ジェネシスだとこうやって長押しすればヘレナが傷口見せてくれるから。そうだよな、俺なんで真ん中押そうとしたんだよ。俺さっき虫眼鏡で見たじゃねえかっていうお話。うん、よし、よし、オッケー。さて、お前のステータスを見せてくれ。攻撃220。ちょっと待って。うん、平均より高い。平均が205だから、まあ、若干高い。これは良かった、嬉しいわ。じゃあ早速餌与えますか。まあ、うちの畑で採れたこのじゃがいもをねぶち込んであげましょう。よし、オッケー、テーマ終わったな。よし、毛深伐採145レベル、テーマ完了。ここだっけ。ステータスは攻撃力405か。わかんねえや、わかんねえけど体力は低いことは間違いないな。うん、じゃあ早速この凍土洞窟で見つけた毛深祭のサドル、これをつけていくか。で、確かあれ毛深祭ってね弱体化されたんですよね、最近のアップデートとかで。うん、まず毛深祭はこのように、まあ、ダッシュでこのゲージが溜まるんですけど、これがマックスになって攻撃をするとすごい威力を発揮するらしいんですけど、あ、これあれか、攻撃当たるまで一生溜まる感じが。確かこのあれゲージが最大まで溜まるのが確か 20% 増加したんだっけ、時間と距離が 20% 増加して、なので、まあでもそんな気にならないな。まあでもそんな時間かかるってわけではないか。あ、でも若干確かに時間はかかってるな。うん、まあ、ボスステージはね意外と若干デコボコしているところが多いから、まあ、そう考えると、まあここは今広いから早く感じるけど、こういうボス戦とかで使う場合は、まあ、ちょっといろいろ気にしていこうと思いますね。うん、こうやってガンガン登れるところだったらいいけど、登れねえところだったら減速するからな。おが、はい、このようにね突っかかっちゃうとゲージが切れちゃうんで、まあ、そこのところはちょっと気にしていかないといけないようですね。うん、というわけで早速試していきたいな。お前は135だっけ。あー、じゃあお前か。20。じゃあ、あの毛深祭にちょっと実験台になってもらいましょうか。うおー、くらえ、がっ、お、1458か。あー、なるほどね、やっぱ低くなってんな。この攻撃倍率もなんか 12.5 倍か、 12.5 倍から8倍に下がりました。うん、あれ、バルゲロでは、まあ、テイムした直後に、まあ、あの突進攻撃あったら2000ぐらい出てたんですけど、まあ、今回1400って感じだったんで、まあ、やっぱ弱体化されてますね。うん。なんで毛深祭だけ。やっぱこの突進が強すぎんのかな。まあ、でもこれはテイムしたてだから、こっからまあ、ブリーディングしたり、あと、なんだ、あ、攻撃上げたりすれば、まあ、まだ、あれ、伸びるので、まあ、それはお楽しみということで、
まあこれから動画外とかでこういう体力が高い子がいいんだよな。こいつ2700ぐらいだったっけ ?2700 だから、確か強化剤って3000ぐらい超えてた方がいいんだっけ。初期値が3000ぐらい超えてるいい毛深剤に、まあ、出会いたいものですね。というわけで今回は毛深剤のイベントカラーをね、無事テイムすることができました。まあいいね、色。ちょっとこの顔面のなんだこの黄色とオレンジの間ぐらいの色は、まあ、ちょっとあれですけど、この体ね、この体が結構いいような、エメラルドグリーンとあと紫がなかなかいい感じではないでしょうか。まあこういうイベント、ああいいね、かっこいいな、正面から見るとめっちゃかっけえ、カブトムシ見て。まあでね、まあ、このラグナロクのマップでもまあボス戦をやるわけなんですけど、その時にね、まあ、この子を使って、まあ、この子は使わねえか、この子のまあブリーディングした子、まあ、イベントカラーを受け継いだいい感じの子をね、使ってボス戦に行きたいと思ってるので、まあ、引き続きね、ラグナロクとか他マップのまあいろいろイベントカラーの恐竜の厳選頑張ります。ちなみに今、今日が4月の16か。イースターイベントもまあ1週間を切ったわけなんですけど、まあ、進歩はね、そこまであんま良くない。なのでね、もっとバンバンちょっと捕まえていけたらなと思っています。はい、まあ、ちょっと今回は短いですが、今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで今回はイベントからの毛深採用をテイムしたので、ブリーディングとかいろいろ頑張っていけたらなと思います。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。バイバイ。